トリオシンクのラジオシンク。はい、皆さんこんばんは、トリオシンクのラジオシンクです。また証拠りもなくこの3人がやってまいりました。今日も皆さんのお相手、トリオシンクの黒金と篠崎とジョーでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね。ということで、はい、まあ、あのこういうグダグダなトークも数えたらもう8回目になるっていうことなんですけれども、なんかだんだんこういろんな方から支持をいただけるようになってきて、いろいろご質問とか感想とかいただけるようになってきましてね、私たちも成長してきた、じゃないかなって思ってますけど、どうですかね皆さんね。すいませんね、証拠りもなくまた画像付きでやってますけれども、はい、本当にね。そうそう、なんか感想とかね、今までいただけてなかったような感想なんかもこう来てるようでして。そうなんですよ、はい、読んじゃおうかな。お願いします。いきます。あ、ちょ、はい、同じ方から二言まずもらってます。篠崎さんの表情が明るくなって安心しました、はい、おお、ありがとうございます。安心しました。照明のおかげです。ありがとうございます。照明か、はい、照明の形を変えました。明るくなりました。そうなんですね、よかった。スカイプ上はだってもう黒いもん、スカイプ上のやつは。え、そんなことないですよ。僕の方のカメラには、本当に目鼻立ちは分かんない程度の黒いなんか塊がある感じ。ああ、いやいや、ちゃんと。よかったです。すごい、前よりも明るくなったと思う。ありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思ってます。頑張ります。はい。もう一言、黒金うどんの仕込み動画をぜひということで。仕込み。この前回の。どうもいつもじゃないけどよくわかんないけどありがとうございます。なんか人様にお見せするようなうどんでもないので、なんかあれでもやってみるとね難しいですね。まあ、やっぱこう自分で打つもんはまあなんだかんだ美味しいんですよ、だけどこう、ほら本場のね、香川県の美味しいうどんなんかも食べたことあるから、こうなんていうの、うどんのこの角の立っている感じとか、そうそう、ああいうのって自分でやるのってほんと相当難しいんだなと、プロの技なんだなっていうのはやってみて初めて分かることですね。なるほど、そうそうそう、だから面白いですけど、 やるのは面白いですけど、お見せできるようになったらそのうち公開します。イエーイ。ということで、ないと思ってください。ペンネーム、ぜひね、書いていただけると嬉しいです。そうですね、はい、ペンネーム書いていただけるとありがたいです、ね、そしてなんか質問とかもどんどんなんか集まってきてるようで、はい、ありがたい限りです。こんな私たちのためになんかもう一個読んで大丈夫かな。感想がもっとある。いや、読みましょう。読みましょう。これは読もう、これ読もう、これ読もう、これ読もう。これ読まなきゃ。ジョーさん読むやつ。自分で読んじゃう。読んじゃおう。感想ですね。はい、匿名コッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ジョーさんのピアノが大好きで、はい、勝手にジョーさんの大ファンでした。この配信で話す声が聞けたり、想像とは真逆でした。わら。ますます大好きです。曲の最中に踊るのが可愛い。ああ、このままずっとこんな配信あったらいいな、なんて思う次第です。ありがとうございます。とにかく楽しいです。ということです。イエーイ。なんかね、きっとトロンボーンの人ばっかりが聞いてくださってる中でね、ありがとうございます。いやいや、トロンボーン付近もジョーさんファン多いからね。いや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 。しかも
この自粛っていうかコロナのあれがなかったら、うん、私この自分のこのすごい声をあんまり世に出すことがなかったので、ちょっとちょっと恥ずかしいのですが、笑っていただ笑って書いてあったからよかったです。すごい声っていうか、まあでも自分の声聞くのは嫌ですよ。嫌だね、嫌だね、イメージと違うもんね。うん、そう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 。まあ僕は2人の声そのまま聞いてる、なんか普通に天使の声みたいな。まあまあよく言われるけどね。言われたことはないけど。でも自分には本当にいい声に聞こえてるたりするものが、なんじゃこの声とはやっぱ思うよね。骨伝導の分差があるから。うん、そう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 、びっくりしちゃうんですよね、録音聞いたりすると。でもまあ、うん、なんか今回の配信とか聞いたりとかして、うん、自分の声にも慣れてきた、その、うん、人づてに聞く、そうだね、まあね、確かにそれは、うんうん、そうそう、それもありますね、はい、うん、まあでもあのね、またいつかリアルでね出会ったらお声掛けください。よろしくお願いします。お願いします。どうもご感想ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、そしてなんか感想もたくさんいただいてるようで、質問だ ね、あ、そうそう、質問ね、うん、質問いただいてるようで。黒丸先生しっかり、はい、では、はいはい、じゃあ質問1個読ませていただきますね、はいはい、お願いします。ペンネームございませんのでお待ちしておりますが、うん、いつも楽しく動画を見させてもらっています。質問です。もし自分が操作じゃなかったら現在何をしていると思いますか、とのことです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。何してますか。何してますかね。なんかあんまり思い浮かばないんだけど、なんかこう物を作る、なんかこうなんだろうな、カフェとかかな。カフェ、カフェ店主。ちょっとしゃれてるやん。そう、なんかコーヒーとか好きだし、うん、なんか料理も、まあ、美味しいもの食べるの好きだし、まあ、コーヒーも自分で飲むのも自分で入れるのも好きだしね。なんかそう、うん、カフェとかできたらそういう甘い世界じゃないのは分かってますけれども、いいかなってなんか酔っ払いながら思いますけどね。言っちゃったね。まあでも飲食店憧れはあるよね、みんなね、多分ね。こういうお店やってみたいとか、うん、こういうお店がいいなとかもある。僕は、うん、ほら、この業界に入る前に普通にサラリーマンやってたじゃない。それが、うん、ホテルマンだったから、で、それ自分でやっててすごい楽しかったの。なんかその仕事が嫌でこっちに来たわけじゃないので、本当にすっごい楽しかったので、まあ、これやってなかったら、それそのまま続けて楽しんでやってんじゃないかなと思います。ホテルは結構なんか、うん、どんなことやってたんですか。まあ、普通にビジネスホテルなんでベルボーイとかそういうのがいる形じゃないんだけど、何でもやんなるよね、うん、だからビジネスホテルのフロントだと、もうお客さんの全てのことやるし、予約のコントロール、その日見ながら、こういう日はこういう部屋の方が出そうだからとかコントロールしながら、うん、そういう感じかな。だからそのコントロールが楽しくてね、うん、次の日に100室の例えばホテルを、今日90室しか売れなかったから明日110室売るってことできないじゃない。毎日ができるだけ埋めるっていうのが売り上げにとってとっても大事だから、だからそういうギリギリのところをやるのが楽しい、うん、あ、調整をね、そうそうそう、あとお客さんの反応がね、うん、ライブでそのままフロントだと感じられるから、うんうん、まあ、そこら辺は演奏業務と一緒で、なんかね、演奏と一緒でお客さんの反応を、ね、感じながらやれるっていうのは楽しい部分かな、うん、なので多分ホテルもそのままやってると思います。はい、ジョーさんは、うん、私はね、多分本当にこれだけはやってるなっていうのは、多分ママにはなってるかなって思う。うん、自分の家族とかがいて、まあ、ママ業やってるかなと思うし、うん、あとなんか職業って言ったらピアノ以外だと割とお洋服とかファッション関係が好きなので、うんうんうん、そういう系のお仕事をやってみたいなって思いますね。あ、ジョーさんはファッションいつもこうなんかあれですよね、ファッショナブルな感じというか、うん、ありがとうございます、うん、ちょっとね、好きなものが割とこう狭まってる感じで楽しんでおります。よくわかんないけど。
よくわかんないけど、まあとにかく、まあ、楽しんでらっしゃるということで、まあ、私は酔ってないよあのそういう感じで、あの皆さんね、あのプレイヤーやってなければこういう感じで思っているということですね。はい、はい、では今日の1曲目いってみましょうか。はいはい、1曲目にお送りしますのはヨハン・ゲオルグ・アルブレヒツベルガー。よいしょアルブレヒツベルガー、はい、アルトトロンボン協奏曲なんかが有名なので、トロンボン吹きの人にはあのちょっと馴染みの深い、作曲家だと思うんですけれども、アルブレヒツベルガーの二重奏曲っていうのを私たち、演奏をしています。演奏したのがですね、2011年の7月11日、これ篠崎さんの誕生日、何歳の誕生日だったか覚えてますか？はい、都合によりしっかりと覚えております。38歳です。都合に、はい、おお38歳、はい、いや諸事情がありましてはっきりと思い出したので38歳でございました。匂わせは良くないから言ったらどう？やだやだですね、篠崎さんの38歳の誕生日の日に、はい、あの我々あの東日本大震災の、はい、あのチャリティーコンサートを毎月毎月やっていた時代があったんですけれども、はい、その時の演奏ですね、はい、ドルチェ楽器で演奏しました。アルブレヒツベルガーの二重奏曲です。どうぞお聴きください。はい、thank you.
はい、ありがとうございました。アルブレヒツベルガーの二重奏曲を聴いていただきました。篠崎さんの38歳の誕生日だったということなんですけれども、はい、はい、その時の思い出なんと、なんかありますか？いや、もう特にないです。もうこの演奏をするので精一杯。てか、この時ね、1ヶ月に1個本番って大変だって。うん、毎月毎月で。でね、本当に3月に震災あって4567ってやったから、うん、プログラムを事前に決めてないから、うん、毎回もうギリギリで何やる、この編成で何できる、ね、何できるって言ってやって、で確かにね、だからどちらかといったら誕生日の思い出っていうよりはとりあえず一旦こうなんかある程度の、ね、うん、支援できる道筋とかちょっといろんなこと宣伝できたりとかその、うん、できたっていう安堵感の方が、でこの頃には、うん、CD もね、作ろうよって話になってたじゃない、その具体的な話じゃなくて、はい、そのチャリティー CD をっていう、だからそういうのが決まって、さあっていう、どちらかというと自分の誕生日っていうよりはこの1年のおかげで今我々こんなこともやるぐらい一緒に長くやることになったじゃない、うん、だからどちらかといったらそっちの思い出の方が多くて誕生日っていう思い出の方が少ないかなと思います。うん、まあでもとにかくねバタバタしてましたねしてたね、うんうん、はい、はい、うん、まだいろいろとね、はい、あの質問なんかいただいているようなんですけれども、はい、どうでしょう。はい、じゃあまた質問箱、マシュマロ質問箱を読ませていただきます。はい。はい、解禁賞の方、ラジオネーム台所の飼育さん、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ラジオを聞いて猛烈にチョコが食べたくなりました。これチョコの回ですね、きっとね、ありましたね、はい、そう、お三方は演奏の他に生徒さんを教える機会も多いかと思いますが、この生徒さんは傑作だったとか、忘れられない個性的な生徒さんとか、入試やオーディションの面接の回答が面白すぎて笑いをこらえるのが大変だったとか、レッスンやオーディションにまつわる面白話があれば教えてくださいということです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。そうだな、はい、なんかいろいろあると言えばあるんですけど、なんか言えないこともたくさんあるんだけど、そうなの、言えないねなんかあげるとすれば、アンサンブルの授業っていうのをある大学で持っていて、僕あのトロンボーンだけなんですけれども、ある時にブラームスのコラールをやろうっていう話になって、ブラームスの1番でこういう曲なんだよって、まあトロンボーン吹きだったらまあみんな知ってるじゃないですか、でまあ、こういう曲だよっていうのを、まあ、今便利だからね、スマホで調べて YouTube で探して、そしたら出てきたのが斉藤記念、昔の斉藤記念の演奏で、小澤征爾さんがもちろん吹いていらっしゃって、トロンボーンは郷伸一先生が吹いていたりとかね、そういうのが出てきたんですけれども、でまあいろいろメンバー見ると豪華なわけですよ。うん、ホルンにね、水野先生がいらっしゃったりとか、フルートに工藤さんがいらっしゃったりとか、オーボエに宮本宮城さんがいらっしゃったりとか、
うん、で宮本文明さんなんてね、トロンボン吹きじゃなくても誰でも知ってるような音楽家じゃないですか、うん、でほら知ってるでしょ宮本文明さん、宮本文明さん知ってるでしょ、知らないの、もう例えばあの何アスカとか連続テレビ小説でほら吹いてたのとか知らない、ああアスカチャゲ&みたいな言われた時はもうスコーンみたいな、そっちかよ、有名だけどさ、みたいな、すげえな、そうです、ね、うん、そういうことはありましたけどね、それ面白かったですけどねそっか、面白いな、それなんか、あります、そういう生徒さんの何かって、あれだよね、篠崎あります、本当に、あの、山ほどあるけど言える範囲のものを探すのが今苦労するよね、頭の中でね、うん、本当に山ほどもう、うん、ね、お酒飲みながら話したら最高に楽しい話山ほどあるんだけど、ちょっと言えないものが多くて今ちょっとそれで何かあったら、まあ僕の生徒、あのトロンボーンの生徒っていうんじゃなくて教えてる学校の生徒は吹奏楽のとか、そういうので、うん、あの一人そういえばあのなぜっていうのが言えない子がいたの、なぜ、なぜですかっていうのを必ず俺の方真正面向いて謎っていう子がいたのを今思い出したえ、わかんないそれが謎って俺もいつも返してた、いやいやそれが謎だよって返すんだけど、確かにどの子の、それが謎、うん、どの子のって説明した後にファッて聞いてなぜですかって聞くのをファッて本当に真正面にすんごい真っ直ぐな瞳で謎っていう子がいたのを今思い出しました、いいですね、その真正面な瞳っていうのが、うもう真っ直ぐ、ね、キラキラの目で聞いてくるの謎、逆に突っ込めないやつ一旦こっちも固まる、謎謎ってなる結構がいたのとかね、うん、そんなのはありましたけど言える範囲だとこのぐらいでしょうか、いい、ね、純粋なことをね、うん、あのね、たくさんお付き合いをされているということでね、そうだということにしときましょう、うんはい、ジョーさんは何かあります、ほら、いろんなね、うん、生徒っていうかいろんなほら管楽器奏者とお付き合いしてるじゃないですか、あの本当に死ぬほど面白いことをね、お二人と同じようにいっぱいあるんですけれども、さすがにここの場ではちょっと申し上げにくいのでまあ本人にも言ってることだと、うん、あの私あの人最近はあの先生方のご紹介とかじゃないとあんまり聞いてないんですけれども、あのその当時あの知り合い捨てであの頼んできた、音楽大学の1年生の子がいたんですね、であのまあ大体初めて連絡をもらう時って、まあ、ホニャラ大学何年の何々です、この度は何々コンクールの伴奏を弾き弾きとかいろいろあるじゃないですか、まあいろいろまあなんか提携図じゃないけどなんかね、そうあるある、そうで、突然知らないアドレスかメール来たって見たら、まるまる大学何年何々です、知らないえこれ何え何これもうってなって、うん、うん、であのあれなんかちょっとこの子不思議な子なのかなと思ったら、あの会ってみたらね、すっごい普通のまともな人でね、あの今もすごくあの仲良くしててね、今はそれをネタにしてずっとねその人と、ね、ネタにして遊んでるんですけどねそんなことあります、なんか緊張しちゃったのかね、まあ、そう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 かな、わからないな、でもなんか僕バカでしたよねって言ってる、ああ男子だということは今分かったねそれあれだね、まさに謎の使いどこだったね、そのメールに対しての返信本当だね、謎その子たち合わせたかったらそしたら謎って絶対返したと思う本当だね、私も謎って送ればよかったわ確かにねまあ言えてこんなもんですかね、はい、言える範囲はねなかなか難しいです、まあいろいろそう言える範囲はこんな感じでございます、はい、あの生徒とかいろんな共演者の面白いエピソードはこんな感じなんですけども、言えない範囲のこともたくさんあります、またなんか実際に
飲む機会があったら実際に聞いてください。そうですね、はい、ぜひね、はい、じゃあ2曲目いっちゃいましょうかね。はい、はい、今日2曲目に、あ、ちょっと待って、その前にマシュマロ質問箱の宣伝をします、うん、はい、引き続きツイッターのトップ画面にマシュマロ質問箱のリンクを貼っておりますので、ぜひぜひご感想、質問と、お寄せいただけると喜びます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとう、黒川先生、はい、ありがとうございます、はい、では2曲目、バーシャ・アザラシービリという、グルジアの作曲家なんですけれども、アザラシービリの無言歌というものを聴いていただきます、これはですね、今まで演奏会でアンコールなんかにも演奏してきた、ナンバーなんですけれども、今回改めてこのラジオのために演奏をしました。はい、どうぞお聴きください。グルジアの作曲家の、アザラシビリの無言歌というものを聴いていただきました。はい、はい、これまでね、本当に
証拠りもなくって最初に言いましたけど、証拠りもなく画像付きでやってまいりました、はい、なんかどうですか、感想ありますか。特にございません。まあね、なんか楽しくね、こうあの演奏中もこう見られてるっていうことを意識をしながら、はい、まあ意識してない時もありますけれどもね、まあ楽しくこんな感じでやってますけれどもね、はい、あもうちょっと続けていいかな、大丈夫ですかね、大丈夫ですかね、続けるんだったらもうちょっと、はい、もうちょっと楽しい曲の時もちゃんと踊りたいと思います。はい、踊りを考えて振りをね考えていきましょうかね。はい、ということで、第8回目の、トリオシンクのラジオシンク、今日も、そろそろお別れの時間になってまいりました、また次回も、聞いていただけると嬉しいです、はい、お相手は、トリオシンクでした。どうもありがとうございました。